ただいまご紹介いただきました鈴木でございます、伝統と実績を大変誇ります早稲田大学の新自由会の会長代行という以下代行と言わせていただきますが多数の役員の方々が代行をはじめですねご推挙いただきまして就任することになりました。大変、光栄でございます、この早稲田大学の新自由会の実績あるいは早稲田のですね、伝統と実績をですね、正確に次の世代へ、確実に継承するように今後努力したいと思います、当面はですね、組織強化会員増強ということに、注力したいと思っておりますで、新自由会のいろんな行事にですね皆さん方が参加されて、大変有意義でしかも楽しかったと思われるような会の運営に心がけたいと思っております、大変最近の世相先ほど会長の話もありました、日本がちょうどその迷路に入ったような感じがするんですね、大変少子高齢化とかですね、所得の格差これは華々しいものがございます。そして、少し曖昧な報道のみ収集している TPP 交渉と日本の前途には大変難問が多いと思います、私は常日頃考えておるんですがこの去年から今年あるいは来年ぐらいにかけましてはですね明治維新太平洋戦争の敗戦そして、1989年のソ連の崩壊これにも劣らない画期的な岐路に日本が差し掛かっているのではないか残念ながらそれにもかかわらずそれにもかかわらずですよマスメディアを中心とする報道は非常に曖昧であるということで、特にこの安倍内閣のいわゆる改革と称するのろし数々ありますがよく見ると相変わらず国内外へのばらまきに終しているという感じがいたします。こういう時こそ早稲田大学の心を持ったまさに先ほど会長が言われたように心を持った、骨太のですね、早稲田精神を本当に、心から具体化できる具現化できるような人材リーダーを必要とするしている時期ではないかと思います、今後早稲田大学のへの協力は私どもとして当然積極的にやるべきだと思いますがある時は早稲田の若者の人材育成に対しては提言を含めて早稲田大学の支援に注力したいとこう思っております。どうぞまだまだ記事になりましたけれども若輩でございます。人生は長いですからまだまだ私は若輩に入ります。どうぞご助言ご指導を心からお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。新自由会発展のために、大いに尽くしていただけるものと思って期待しております。鈴木新会長代行にもう一度拍手をお願いいたします。